地もトップ下もやられる選手なんですが、どうですか、プレイヤーとしての印象は。いやもう揉めるから大丈夫。いやもう彼は大学の頃からやっぱり、まあ一個僕学年上ですけど、もう近畿大学なんですけど、まあ主力としてやってまして、でまあ関西選抜でも同じチームではないんですけど、その同じように戦って、まあすごいテクニックのある選手だし、まあメンタル面も非常に強いですしということで、やっぱりすごい人も超えてました、正直。あ、そうですか、はい、その頃から。実際にやっぱり一緒にプレーされてて。何その顔。僕が1年目の時に練習会に来たんですけども、すごいそこでもいいプレーしてて、やっぱり監督にもすごい、アピールしてたんで、まあで、ヴィッセルには来るだろうなと思ってたんですけども、まあ違うチームからも誘われてるみたいで、誘われてたみたいで、で、まあヴィッセルに来てくれて嬉しいと思いましたね、正直。そうですか。はい、一緒にプレーしてみたいと思いました。じゃあ逆に馬場選手から見た